こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。来ちゃいましたね。はい、今日はあの立浪会、はい、というところに来てます。はい、こちら、はい、クリスマス仕様にねちょっとなってますけど、はい、それでここであのですね、こちらサロンをその初アメ会が借りてるんですけども、はい、そこであのアロマ、反動アロママッサージ、はい、今日はということですね。はい、定期的にやってるみたいなんですけど、それをまずメインで取材しまして、あと初アメ会の取材をして、で今日は偶然ですが、世田谷のボロ市をやってますので、はい、その取材も行きたいと思いますが、すごい、はい、世田谷線の混雑具合はそうなんですよ、凄まじいんですよ。 あれはいつも何も混んでいない感じなんですか？あのボロ市の日はあんな感じ、あんな感じ、はい、すごかったですね、混雑、ね、うん、はい、というわけで、はい、自己紹介どうぞ。はい、演歌歌手の千葉山隆弘です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、シンガーソングライター榎木ありさです。よろしくお願いします。はい、というわけでこちらの場所ですが、はい、はい、ボロ市も今やってますが、こちらが上町の駅で、上町の駅、こちらローソンがありますが、ローソンの向かい、こちらがサロンです。さあ、ここです。はい、上町駅から徒歩2分ぐらいですかね。駅のすぐそばですね。そうですね。1分ぐらいですね、多分。はい。はい、ここで、取材をしてみたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかこの組み合わせもなんか久々な、ね、感じで、ね、なんか普段よく合ってるんですけどね。そうです、熱海のラジオを一緒にやってますんで。そうですよね。でもなんか硬いじゃないですか、ね、どうしたんですか。演歌歌手なんで、はい、演歌歌手もなんですよ。最近あれ着ないですか、ピンクとか黄色とか。 あれはあの一段はステージの上でしか着ないんで、あの普通にこうちょっとこう行って会いちゃいますみたいな。なるほどね、はい、そっかそっか。今日はあの恒例の、イッツコムさんが、はい、見学さん、はい、見学しております。はい、恒例でございまして、取材の様子を見に来てくれてることで、ちょっとこれねいいとこ見せないと、見せないと、ちょっとあの失敗しないように、はい、よろしくお願いします。むしろ失敗期待されてるかもしれない。まあね、よろしくお願いします。やってますので、ああ、そうなんですか。はいはい、握手してもらいましょう。はい、よかったね。よかったね。握手も勉強だからね。あの90歳のエネルギーをもらってます。90歳。イクさん、カメラ撮ってもらおう、みんなに。はい、いいな。いいものじゃないですか。ありがとうございます。危険撮影。いいですか。はい、いい顔。はい、よかったね。今度は歌を聴かせてもらうんだよね。そうですね。うん、え、ここが。コピートさん。ぜひぜひここでまたやってください。はい、あのね、お正月、うん、また。企画しますんで。うん、はい。すごい、カメラで。ああ、愛の嘘つきという。はい、はい。酔えば楽なのよ、構わないで。寂しがり屋の一人遊び、あなたにはわからないでしょう。強がる女のその弱さ、あなたに泣いて、あなたに疲れ、でもでもあなたが好きよ。いいね、いいね。
だけを書いてるんですよ。でもまた本当改めてまたライブを本当にやりたいと思います、はいはい、ぜひどうぞ。よろしくお願いします、はいはい、その時はもうちょっと人数を集めて、何曜日が人が多いんだっけ、ね、上で寝てもらえるか、上で寝てもらえるか、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。じゃあアロマの方行ってきます。はい、はい、失礼します。椎間板ヘルニアの私マッサージもするので、椎間板ヘルニアのお客さんがいたんですね。でその方は病院に行って牽引をされるのが嫌だと言って、でいろんなところを転々と、こういう自然療法をいろいろ転々としてたんですよ。で私のところに秋ぐらいに来て、で、まあ、牽引は嫌で、今も夜中の3時には必ず目が覚めて、そして辛いのでもう濃厚的な作り方で蒸留してますので、油になるんですね。自然なお花とかから作るといっても、で油になるので火気に気をつけてください。それとあとお子様とかペットとかいるペットを飼っている方は保管にとても注意をしてください。で油なので、ここの上の蓋だけはどこもプラスチックでできているので、斜めにしたりすると溶けてしまうことがあるんですね。だから蓋はしっかりと閉めて、はい、今も、ね、中でお勉強会をやってますよ。やっております。はい、やってますね。今やってますけど、結構講義が1時間ぐらいあるということですね。これ講義そのまま流すわけにもいかない。そうですね、随時間にこう休憩時間というか、うん、勝手に抜け出して勝手に、はい、感想を聞いてみたいと思うんですが、はい、今日は本当は関係ないですが、ボロ市があれなんで、人通りが多いですね。道も混んで、車も混んで、車も大渋滞ですよ。ここはこんな混まない、混まないです、普通は。そうなんですね。普段閑静な場所ですから、閑静、本当に閑静、はい、知らないですよね。いや、まあ、多分そうだろうなと思います。今閑静な場所ですからって言うから、ね、知ってるんだみたいな、多分そうなんだろうな。この車のエンジン音がちょっとなんかこっち側にありますからね。お二人のアロマの知識を、アロマの知識ですね、はい、もしくは興味、すごい遠く遠くだと思った。でもそういうもんなんだなと思いながら、うん、あ、勉強になるなという、ね、感じで聞いてます。ぜひぜひ、でも歌う前とかいいんじゃないですか。喉にもいいし、冬はヨガでね、すごい使うので、だいぶ話は分かると思います。そうですね、かなり私も勉強させていただいているので、かなりあると思います。一緒にアロマテラピー、アロマを使ってヨガをやったりとか、うん、やっぱりマスクの内側にちょっとつけたりとかもしてますので、うん、ぜひぜひ。落ち着きがないあなたにはカモミールとか、カモミールそう、すいませんね、サッシに落ち着きのない時にこれが効きますよっていうのは、ね、千葉山さんにぴったしじゃないかって言ってましたけど、どう、落ち着かない、そんなあなたにカモミール、なんかちょっとね、こうキャッチコピーみたいな感じで、ね、ありがとうございます。これテロップで出しますから、縦文字で、縦文字で、隅の文字で、ね、滑ってるのに大丈夫ですか。滑ってるのに効くアロマとかありますかね。ギャグの滑る人なの、それは人生考え出した方がいい。あ、そうですか。もう人生否定されました。というわけで、はい、現在もアロマ講座やってますが、あまりにも真面目なやつなんで、いえいえ、真面目ですよ、それ。何を求めてたんですか、神さん。ね、あそこで実技をやるかなと思ったけど。まあ、実技もやるみたいですけど、前半はやっぱりね、講義ですよね。講義はちょっとね、あまりこう、つながすわけにもいかないね。って、なぜそんな同意を強く求めるんですか。いやいや、私に。今日はそのボロ市なので、はい、ボロ市に立浪、はい、会から出店もしてるので、はい、あ、そうなん、これも兼ねつつ、お餅は見てみたいと思います。お餅はちょっとどうでしょう、大貫餅。大貫餅、あ、これ何をやってるんですか、ね、骨董とか。そうですね。あー、なるほど、天神さんみたいな。だからいわゆる本当にボロ市